松島は岡山県倉敷市下津井にある島である。面積0.08平方キロメートルであり、岡山県の有人島のうち面積最小の島である。和柴山陸の大浜の方約600メートル沖にある有人島。周囲は約1.2キロメートル。松が多いことが透明の由来とされる。島に平坦地は少なく、集落は海岸沿いにある。また、 島の周囲は、岡山県下でも、有数の有料な漁場とされる。中世には、松島正太夫という豪族が島内を開発し、その宅地跡の遺跡が現存する。また、水軍の根拠地の一つとなり、島全体が要塞化されていたこともあり、島内には、藤原住友に由来する、住友神社が存在する。きび温子広区には田畑一旦にせ、焼かず県。 男女9人と記載されている。近代には移住者が増え、戦後間もない頃には100人を超え、対象年間には20個以上になり1902年に筆会小学校の文教場が設置された。1948年には小島市立下水中学校の文校が設置された。昭和40年代には小中学校の校舎が相次いで新築されたが、1979年には、 小学校が休校となり、1989年には中学校が休校となった。その後、1989年に小学校の文校が、2000年に中学校の文校が廃校となった。現在、同校の建物は松島文校美術館として活用されている。2018年4月時点の人口は1家族2名。1971年には52人が生活。 1979年には、本土からの海底送水管が敷設された。1998年には、島民は一桁になり2017年にはさらに一人が島を去った。現在の主産業は漁業である。水道、電気、電話は通じている。定期船はなく、小島味の港、または下追港などからチャーター便を利用する必要がある。ありがとうございます。